術にしてやるよ。
私の相手が捕まるかしら。次元は新次元と融合、俺自身が超次元となる。なら一つだけ質問だ。お前クロワールからもらった異次元の女神の力を取り込んだんだってな。異次元の女神の力ってのはどうだ、やっぱすげえのか。最高に決まっているじゃないか。この次元に干渉する力のおかげで次元の融合を加速することができたんだ。もう少しだ。もう少しで2つの次元は1つとなる。詰んでいるんだよ俺。よし、なら決まりだ。ネプッチ、あいつをぶっ倒すぞ。そして異次元の女神の力を奪うんだ。次元に干渉する力をこちらが手に入れ、それで融合を防ぐ。ああ、次元に干渉できる力があればあいつを倒してもこの世界をなんとかできるかもしれない。なら、やることは決まったね。かっこよく決めてください、娘さん。ああ、今日この場で俺らは俺を、憎悪に染まった天皇星ウズメを倒す。言ってくれるじゃないか。ならば俺もこの場で君たちを倒すとしよう。復讐のため永久の地獄を味わってもらおうと思っていたが、これ以上は復讐の邪魔だからね。来るんだダークパープル、そしてグリーンとブラックとホワイトもだ。ダーク女神など俺の妄想の産物だ。ネガティブエネルギーがある限りいくらでも作れる。君たちの力もまだたっぷりあることだしね。でもこっちにはシェアリングフィールドがあるもんね。いくらダーク女神を作ったって今の私たちの敵じゃないよ。ならばこれはどうかな。グリーン、ブラック、ホワイトよ、パープルと一つになるのだ。
君たち四女神の力すべてを宿した究極のダーク女神は、そして最後に俺が融合することで究極のダーク女神の誕生だ。これぞまさに究極。ゲーム業界のクズどもに復讐するには最も適した力だ。まさにてんこ盛りといった姿ですわね。私たちから吸い取った力に加えて異次元の女神の力か。それだけじゃない、あいつにネガティブエネルギーがあるわ。何今さら弱気になってんだよ。そんなこと最初から予想できただろ。無駄だ無駄だ無駄だ。所詮シェアリングフィールドがなければ満足に戦うことができない。たとえフィールドを展開したところで今の俺の力を抑えることなんてできはしないのだ。それはどうかな。見せてやるよ俺の切り札を。切り札だと笑わせる。もはやどんなカードであろうと俺は止められない。例えばそれがあそこに見えるシェアクリスタルだとしてもか。正気か。それは俺たちの生命線。それを使い切ることは俺たちの死を意味することだぞ。分かっているのか。うふぅ、差し違えるなんてダメだってば。娘、命を大事にだよ。安心しろネプッチ。何もあれをぶっ壊してこいつと心中するなんざ考えてねえよ。壊れるギリギリまであのクリスタルの力をフィールドに使う。本体が弱まればあいつも弱体化するはずだ。貴様悪あがきは。なめぷが過ぎたんだよ。そして仲間がいないことがあだになったな。これが俺の最後の女神化だ。変身。シェアリングフィールド展開。シェアリングフィールド私の相手が務まるかしら。私の番。遊びで戦ってるしかない。あなたにはここで果てていただきますわ。貫く。魂のかけらすら残さない。
されたい奴はどいつだ。メッセライシュラーク。あなたにはここで果てていただきますか。たい奴はどいつだ。メッサン。誰がいるかしら。ラステーションが女神の剣舞、見せてあげるわ。行きなさい。あなたに決めましたわ。誰に行くの。私のターンだ。妄想の宴を始めよう。これだな。私に任せて。見せてあげるわ、私の真の力を。
にしようかしら。ラステーションが女神の剣舞、見せてあげるわ。行きなさい。とどめよ。これが女神ブラックハートの真の力よ。ますます強くなっちまったぜ。レベルアップですわ。力が湧いてくるようです。絶好調。これぞまさに成長。ロワールさん、私強くなりましたよ。まだだ、まだ俺は復讐していない。ゲーム業界に復讐するまで、俺は、てめえなんかに復讐なんてさせねえよ。やったー、勝ったよ。私たち勝ったんだ。やったねー、レピニアン。私たち世界を二つも救ったんだよ。よかった、これでうずめさんが消えることもなくなったんですね。復讐の邪魔などさせん。消えるのなら異次元の女神の力も共に道連れだ。嘘、そんな異次元の女神の力も消えちゃうなんて。嘘。ねえ大きい私、クロワールの力で何とかできないの？クロちゃんの力はあくまで次元を移動できることだけなんだ。それ以上のことはできないよ。通じる大穴の方角だな。なんで、せっかく暗黒橋クロメを倒したのに、なんでこのタイミングでこんなことになるの？そりゃあいつが消滅間際にこの次元にいるモンスターとも全部に指令を出したんだ。超次元に行って破壊の限りを尽くせってな。最後の最後でやりやがったよあいつは。何よそれ、チートじゃない。なんという執念だ。いや、ここまで来ると怨念か。それほどまでにゲーム業界を憎んでいたんですのね。憎むのも何も、実際はただの勘違いと思い込みじゃん。相変わらずあなたはさらりと確信をつくわね。とにかく超次元に戻ろう。このままではあの大軍の侵攻を許すことになる。迎え撃たなくては。超次元にたどり着く前に迎撃しなきゃ。それこそ無理です。補給船も人員も足りないこの状況では殲滅しきれる数じゃありません。結局最後に勝ったのは、いや、俺に作戦がある。ギアッチ、あそこに見えるシェアクリスタルを撃て。みんなは急いで超次元に帰るんだ。何を言い出すのさ、うずめ。そうだよ、そんなことしたらうずめが死んじゃうんだよ。分かってるの？分かってるけど、それしか世界を守る方法はないんだ。だから頼む、ギアッチ、お前の武器なら撃ち抜けるはずだ。どうして、なんで
私なんですか？ギアッチの武器ならここからでも壊すことができる。それに初めて出会ったあの日から一緒に夢を見続けたギアッチだからこそ。わかりました。撃てないよ、私撃てない。ネプギア撃ちなさい。ユニちゃん、ダメ、私撃てないよ。あんた、ウズメの気持ちをなんで分かってあげないの。私でも K 社でも P 社でもなく、あんたに頼んだってことはプラネテューヌの女神だってこともあるのよ。でも、撃て、ギアッチ。ダメ、私には撃てません。やっぱり一人で背負うのは重すぎるよね。なら私もネプギアと一緒に背負うわ。ウズメが託す夢を、命を。ネプッチ、お姉ちゃん一緒に背負う、ウズメさんを。いけありがとう、ネプッチ、ギアッチ。よし、行け、みんな、超次元に帰るんだ。ハスメさん、ごめんなさい。いろいろあったけど、私、ウズメと会えてよかったわ。みんな、行ったか。あ、そうだ、海雄、最後に頼みがある。あいつがやったみたいに、ゼロ次元のモンスターたちに拠点に集まるよう命令を出した。そいつら全員を超次元に連れて行ってくれ。一人で行く気か。いつまでも一緒にいるって約束破って悪いと思ってる。でもこればっかしは海雄にしか頼めないんだ。君との約束だ、必ず守ろう。そしてウズメ、さよならだ。海雄、お前もこんな俺のためにずっとそばにいてくれてありがとな。ネプッチ、キアッチ、俺はな、お前たちに出会えて少しだけだったけど、一緒に過ごせてすごく楽しかった。お前たちがいたからこそ俺は折れずにここにいられたんだ。やってくれたな、ウズメ。絞りかすの分際でよくも俺を。ざまあ見やがれ。俺は俺の最後の夢を叶えるんだ。てめえは残留思念らしく、そこでおとなしく見てな。こんな時にまで何が夢だ、バカバカしい。お前には一生わかんねえよ。だが、果たして全員無事に超次元に戻れるかな。いずれここにもモンスターの大群が押し寄せる。超
当じゃねえか。ネプッチたちが無事に元の世界に戻るまで俺が耐えればいいだけの話だ。何もせずに待っているよりその方が性に合ってるぜ。なぜお前は笑っている？お前も消えるんだぞ。俺はな、幸せなんだよ。ネプッチやギアッチ、そして今のゲーム業界を担う女神たちに会えて、そして俺の夢を託せたんだ。こんな幸せなことはねえよ。本当にこれで良かったのかな。娘を犠牲にしてそれで世界を守ってさ。小さい私が納得できないのもわかるよ。でもこれしか方法はないんだもん。仕方ないよ。それにこれはあの子が望んだことなのよ。あの子の決意をあなたが受け止めなくてどうするのよ。でもそれじゃ納得いかないよ。だって娘は確かにここにいたんだよ。なのに、なのに、いつこの次元が崩壊してもおかしくないわ。急ぎましょう。ううん、やっぱりダメだよ。迎えるならみんなでハッピーエンドを迎えなきゃ。ちょっとネプコ、待ちなさい。私も娘さんを置いていけません。キアちゃんもですか？なら一緒に行こう、ネプギア。こんな結末に納得できてないのは小さい私だけじゃないよ。あの巨大なシェアクリスタルを壊してすぐに娘が消えなかったところを見ると、多分娘自身のシェアがなくなった時が最後。
娘もそれを分かって残ったんだと思う。でなきゃ今の私たちじゃ、あんな大悟に襲われたらひとたまりもないもん。だがいいのか、裏を返せばうずめが生きながらえるということは、あの大軍が超次元に迫ることを意味する。それでも私は娘さんを救いたいんです。あ、ちょっと待ちなさいよネプギア。なあ、もうなんであの姉妹はいつもこうなのよ。世界の危機が迫っているのに、正直感情で動くなんて女神失格だわ。でもあの二人のそういうところは嫌いじゃないわ。同感ですわ。ですがいつもフォローをするこちらのこともたまには考えてほしいですわね。私たちはどうするの？ネプネプたちを追うなら早くしないと。ウズッチのことはネプテューヌたちに任せましょう。私たちは私たちにしかできないことをしましょう。でもたった3人なのよ。ウズメを入れても4人じゃ、あんなモンスターの群れを相手にするなんて。私ネプギアちゃんを追いかける。ネプギアちゃんの力になってあげたい。ダメよラムちゃん、いくらネプギアのためだからって危険だわ。でもならばその役目わしに任せてもらおうか。カッコつけたはいいが、なんでこんなにボロボロなんだ。戦っても戦ってもキリがねえし、どこに逃げてもモンスターばっか。だがな、まだ死んでやれねえんだわ。ネプッチたちが無事に超次元にたどり着くまで俺はここにいる。ここにいなきゃいけないんだ。